手首。あ、手首の感じ。あ、こう捉える。あうん、結構軽くって言ったじゃないですか。いや、ちょっと軽かったじゃないですか。全然軽くないです。すいません。聞いてます？聞いてますよ。あ、そうそう、すいません。すいません。これはすごい。じゃあまあやります。はい。はい。でまあセルフケアですけどね。まあこれまたあんますか。ヒヤッとしてますけどね。そうですそうです。でこのヒヤッとしたのをですね、うん、まあまああったかく柔らかくしていきたいわけですけどね。はい。まあこのような姿勢を取ってもらって、うん、あとまあクリーム塗ってですね。うん、これ別にこだわりあります？あ、はい、まあ私なりのこだわりがちょっと柔らかくてですね、これ使い勝手がいいんですよ、伸びが良くて、うん、そういうクリームがですね、なんかセブンエステとかですね、エステの会社が販売してて、うん、気に入ってこれを使ってます。へえ。だからこれも、ね、促進クリームとかここで書いてあるんですけどね、はい、中身は同じものです。あのこれケースだけが使いやすくてですね、これ中身使いにくかったんですよ、この。へえ。あ、いいこれが別に中身これじゃないってこと？そう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 。あ、なんだ。うん。なんかね。うーん。まあ気になるようだったら後で中のやつを、はい、うん、紹介します。はい。はい、でまあ最初は大概ですね、ここの副腎、まあ一般的には副腎とされてるですね。うん。ここ。そうそう、ここここ。うん。ここからここがスタートなんですよ。うん。でここもですね、まっすぐついてもらってもですね。まあまあ効くは効くんですけど大して効かないんですね。これをですね45度ですね上に上げると、あー痛い、響くんですよ、うん、明らかに違う響きを受けるわけですね。痛い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 。まず手で止めたら、ほらもうほら、それで坂本さんむくんでますから、うん、跡がつくものですから、この跡を参考にしてトレースするといいですよ。あ、そうだ、わかりやすい、うん、うん、そうそう、むしろむくんでてよかったねって話ですよ。う、うん、よかった。それだけむくんでるんですよ、これ。本当だ。ぐさってやってですね、ずっと跡が残ってるっていうことは。本当だ、やばいわ、うん、年取るとやばいわ、うん、ケア覚えておくといいですよ。はい、このむくみを。で、まあ最初はここからです。痛っ。ここ、うん、うん、そうそうです。こう刺して、そうそうそう、これだけじゃ効かないから、うん、そうですね。で、これ、そうそう、ここはどんな形でもいいもんですからね。こう45度。あら！そうそう、そっとそう。もう後はあるもんですからね。痛い。自分のやりやすい。そう、坂本さんあれこれ言うよりもですね、自分のやりやすいやり方がいいと思うんですよ。ああ、そうなんだ。それが合ってると思うんですよ。自分のやりやすいやり方で。本当だ、45度にするだけ全然違う。あ、そうです、そうです。めっちゃ痛いわ。響きがあると思うんですからね。うん、めっちゃ、うわ、本当だ。あれ、あ、ちょっと待ってください。後ついちゃった。うん。ついてます。うん。あ、向けて。あら。後ついてる。まあ、サクサク進めていきます。で、そこをしたらですね、大概こういったライン、のの字のこういったラインをこうやっていくんですね、最初。一般的なやり方。そうそうそう。で、ここのところに膀胱っていう、ね、うん、一般的にはそうされてるところがあるんです。くぼみがあるんですよね、大概。ここもくぼみがありましたけど、ここにもくぼみがあるわけですよ。ここに向けてこうやっていくような。へ、あ、こう順にですか？まあそうそう、まあそんなに順番こだわらなくていいですけどね。あ、普通に足痛いな。うん、そうそうそう。じゃあ足しっかり揉んでってください。そうそうそう、なるべく圧をかけて、ぐっと圧をかけて、でこう折れた。あ、本当だ、痛いわ。目的自体はなんかゴリゴリといったですね、石灰化したゴミをですね、骨に押し付けてですね、砕いていかないといけないですから、ね、ちょっとゴリゴリいってる。あ、そうそうそう。うん、あ、でこっちにどんどんこうやっていくんですか？そうそうそう、流していくような感じですね。うーん、へえ、痛っ。ちょっとやりますよ。え、それをトレースしてください。で、こうゴリゴリと。あー痛っ。ちゃんとね、圧をかけてね、うん、そこで逃げていきましょう。痛い、痛い痛い、うん、痛いっす、うん、うん、あ、こういう感じ。そうそう、それでもやりやすいやり方ですね。あと、まあ、上から下にも下から上にもですね、あ、どっちでもいい、どちらもやった方のが石灰化したゴミは取り除けますね。うん、なんかリフレクソロジーっていう流れに従うだけだったら、うん、別さんこういった方向性は決まってるんですけどね。うん、まあ、足もみというやり方で、これは別に決まってない。そうそう、ゴミを取り除きたいとなると別さんどっちもやった方がいいですね。これ、うん、見れないな。痛くて見れ、うん、頑張っていいけど、うん、あー痛い、うん、うん、ちょっとやってください。はい、まあまあまあ、体が動くのはいいですかね。あー痛い。
い、うん、そんな感じね。ドリブみたいだな。自分でこうやって、そうそうそう、言いたい、うん、坂本さん、ドリブだからいいんじゃないですかみたいではない、まあ、どちらかというと、まあ、一番の持ち味である負けん気はですね、一旦受けないと発揮されないですね。自発的には負け気は出てこないです。負けたくないんですよ、うん、勝ちたいわけではないですね、積極的に。ただの負けず嫌い。そうそうそう、負けたくないんです。負けたくないだけ。そうそう、うん、いった振りかかってくるものですね、もう 何でもそれ負けん気を発揮するんですよ。うん、いってそうしたいんですよ。そうするのが一番エネルギーが発散されるんですよ。坂本さんの力も発揮されますから、ね、そう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 、うん、らしさが出てきますね、それは、うん、痛い。絵面的には結構軽く擦ってるように、いや、めっちゃ痛いですよ、うん、まあ、頑張ってるんですよ、坂本さんなりに、はい、うん、で、これでこう耕しますし、この親指でこうさらにこう支える。今どこやりました？いやいや、もう足全体のこのゴリゴリを砕いていきたいです。でね、コリ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 とするわけじゃないですか。うん、そうそう。で、百姓として生まれたらですね、生涯ですね、畑を耕してですね、食っていくようにですね、元気で過ごしたかったですね。足の裏が常に暖かくて柔らかくて、ここからエネルギーを巡らせたいと思ったら、うん、もう毎日のように耕してほしいと、うん、いうことですよ。で、耕しましょうという話ですね。そうそうそう、そうそうそう、まず片手でね、うん、あ、聞いてます？聞いてますよ。あ、そうそう、すいません、すいませんすごいこれめっちゃ痛いっすもん、うん、ゴリゴリとゴリゴリ言ってますもん。そうそう、それでこっちの手で支えながらですね、壁を作りながらですね、あ、そうそうそう、あ、こっちに向かってこうやってやる感じ、うん、そうそう、まあ、その圧をね、うん、こう逃さないためですね、壁があった方がここで止まるじゃないですか、うん、で止めながらもですね、さらにこの余ってる親指でここを支えてあげると、より圧が逃げずに入るんですね、まあ、技術でスキルです、スキル、うーん、ね、足の裏を耕すスキルですね。そうそう、さらに、そうそう、あ、無駄がないじゃないですか。ないです、無駄がないんですよ。あ、これは痛いわ、うん、ちょっとやりたいな、一緒に、はい、やってください。この後そういった時間もかかりますよ絶対やろう、うん、そのためにもですね、今スキルを身につけてください。あっ、いった、練習あるんで。そうそうそう、そんな感じです。自分でやったりしますか？やってます、やってます。へー、うん、やらないとですね、いろいろと恥をかくし、今体調不良で悩んでますからね、その YouTube のストレスで自分でやるときやりにくくないですか？あ、でもこんな調子ですよ。お風呂場でこんな感じでやってますよ。へ、これもすぐゴミが付着するもんですからね、洗わないといけないんですよ。うん、で風呂場持ってってですね、ゴミ落とすと一緒にですね、うん、こういう話です、うんうんうん、でここメキメキするのがあるわけですよちょっと待ってくださいね、うん、でどんどん掘っていくといいです。ああ、うん、ちゃんとゴリゴリいってますあ、今できてます、できてます。そう、あ、そうです、その調子でね。ああ、痛い、うん、あー痛い。でもそんな感じで独り言言いながら足と向き合うとちょっと発散になると思いますよ一人で、うん、そうそうまあ大体そんな感じですね。でこうやったらですね、まあ、あとは上から順番にこうやってきますよ、くまなくね。うん、まあ、この辺の処理は難しいからですね、ちょっと見ててください。こう、うん、シャリシャリ言うわけじゃないですか、うん、末端ですか、一番末端ですかね、ここにゴミが溜まって石灰化してるわけですよ。うん、やめてみると痛い、うん、痛いです、うん、そうそう、うん、この辺で、うーん、もう帰ってくる、そうそう、それで片方の手で壁を作るわけですよ、うん、ね、圧が逃げない、うん、でもう片方の手をですね、こう本当に定規で、あとはラインを引くような感じですよ。いっと、見てますよね、いっと、うん、え、うん、ちょっと待ってくださいね。絶対先生みたいな圧はかからない。ああ、これで正直それ難しいもんですから、うん、世の中にはこのグリグリ棒っていう便利な動画が出てますよ。点で捉えるのは最初難しいもんですから、うん、じゃあ面で捉えましょうという話ですね。うん、面の方、ああ、それは痛いわ。ブレにくいもんですから、ね。ああ、それは。でこれもですね、きっちりこの点、グリグリの先を使うとですね、痛いんですよ。あ、めちゃめちゃ痛いじゃないかっていう話ですかね。そう、なんでやったんですか。いや、老廃物を粉砕するためでこの
行もできますし、この粒を使って骨に押し付けるような形で面でしっかり滑らずに捉えられるんですかね。あとはクッとやると、うわ、ね、クッとやる、いった、ちょっとね、あの畑を耕す、まず捉えたらですね、畑を耕すように最後にはですね、手首を返すみたいな感じ、うんと、あで老廃物を砕いていく、骨に押し付けて、そうそうそう、こちらは楽ですね、すいませんね、楽な方を教えない、あ、本当だ、うん、こうやってやって、うん、そうそうそう、で、グッて、あ、うん、うわ、これは痛いわ、うん、こっちより楽だ、そう、じゃあ楽な方を選んでください。すいませんね、最初にこれ紹介すればいいんですかね。そうですね。慣れてるんですよね。はい、ごめんなさい。さすがに。いいです、うん。ありがとうございます。で、このまま面でですね、上から下にこう捉えていくわけですよ。ね、全部やりたいんですからね。うん、で、まあ、壁を作りながら、うん、余ってる手でですね、壁を作ってですね、こう、あ捉えていくわけですよ。え、どこやってますか？いやいや、親指をこうやりたいんですよ。あ、ここをこうやってやるってこと？そう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 。いっ、いっつ、うんで、ちょっと真似してやってみてください。壁を作って。壁を作って。そうそう、面で捉えると。難しいな。うん、練習あるのみですよ。あ、ね。あ、この後、ね。あの、モデルが言いますから。はい。あ、いいじゃないですか。形はできてますよ。あとは力が決まる。力か、おいで、しっかりと、ね、老廃物砕きたいと思ったらですね、やっぱりこの一回こう捉えてからですね、あとはグッと手首を返すといいですよ。あ、うん、痛いわ。そうやって揉み潰していくのがやりやすいと思います。あ、こうやってやらずに、そうそうそう、こうね、揉み潰す場合は、あ、こうやって、そうそう、手首を返す、壁をしっかり壁を作って手首を返すというような形で、あ、本当だ、痛い、血管の股にたまった老廃物を骨に押し付けて砕いていくと、うん、が楽だと思いますね。あ、痛いわ、そうそうそう、手首の返し方を一つ覚えていてください。よく使うテクニックです。圧をかける際に、で、この親指のこの外側にもラインがある、あ、内側か、うん、の横筋にもラインがあるんですから、うわっ、もう慣れてくればですね、点でも捉えられるんですよ。あ、痛いわ、うん、あ、でもこっちの方が痛いかも、うん、うん、そうそうそう、じゃあそっち、そっち、どうしたんですか、痛いなと、ね、慣れてきたら本当にですね、逃げてもらってもですね、どこの角度からも入れることができますけど、それはプロの技術です。まずはね、グリグリボでね、こう捉えてください、はい、なんかちょっとおとなしくなりましたね。うーん、難しいな。そうそうそう、でも難しいです。あ、でもいいです。あ、痛いわ。いい型で入ってますよ。で、坂本さんがやりやすいやり方でいいですよ。あ、痛いわ、うん、肩なんて無限にあるわけですからね、うんうん、あ、いいじゃないですか。これは痛い。いいじゃないですか。それやってれば毎日この親指が真っ赤くてですね、ちゃんとあったかいですね、触ってすごい、うん、すごいあったかい。そう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 、ね、冷えやすいですね。あったかいわ、うん、お手入れしてほしい。毎日心がけてほしい。いいわこれ、はい、ああ、よかったっすよ、うん、そう言っていただけて、何ですか、坂本様に。これいいわ。あ、でこういったところもやっぱり同じようなですね、壁を作ってですね、あとはグリグリボですね、手首を返すと、手首を返すね、あ、で刺激してあげて、あ、うん、あ、手首、あ、手首を返す、あ、うん、ちょっと不思議な踊りを踊る、まあできると思います。その調子でちょっと指をやってください。手首を返す、はい、壁を作って手首を返すと、これ一個ずつこうやってやってるんですか。まあそれでいいです。本当に私もそのように捉える時もあります。うん、やりやすいよ、やりやすいようなやり方、滑るの、うん、私や坂本さんですね、本当にですね、型で教えられてますね、真似できないです多分。うーん、自分のやり方がですね、一番やりやすいと思います。あ、こうやってやればいい。そうそう、坂本さんが一番やりやすいやり方が正解です。あ、うん、そうそう、手首を返すね、壁を作って手首を返すと、そしたらですね、いいです、いい調子、いい調子、おー、それでいいです。うん、多い出てきましたよ。調子が出てくるね。一人でも多いって出てきます。本当だ、もう無意識だった。無意識だったですね。うん。これが痛いわ。あ、でも上手なやり方ですよ。壁を作ってちゃんと圧入ってますよ。親指も赤くなって決まってますね。触ってみると暖かくなります。あ。でケアするといいですよ。えー。うん、いいじゃないですか。
よし、うん、よしよし次、うん、あ、よしよしよし、うん、いいいたいいんじゃないですか。あと最後の小指もね、小指もそうそう、壁を作って手首を返すと、手首を返す、うん、だいぶいいですよ、うん、おで、ここの足のこの付け根からはですね、こういった形ですね、滑らしてむきむきとね、痛い、うん、そう痛いんです、しっかり入りますよ、指のここの関節を使って、ここですか、そうそうそう、教えますからね。で、優しいやり方はですね、こういった形ですね、うん、支えてね、最初になんかちょっとやる、そうそう、ちょっとね、ちょっとさするような形だったらですね、で、これでもですね、プロの技術があればですね、圧力を逃さないんですからね、まあまあ圧入るんですよ、まあ、メメリットね、うん、まずはこうさせるような形、まあ2種類のパターンがありますね。こうね、あーあーああ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 あここでやる、そうそう、一番ここのやっぱり圧をかけるためにですね、硬いところを使いたいんですからね、うん、この親指の第一関節にですね、そう乗っけるような形でですね、あとはこう滑らしていくと、普通に気持ちいいやつです、そう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 、これは基本的に普通に気持ちいいやつです、ちゃんと圧かけた方がいいですよ、グリグリボイではできてます。で、手首を返すと、あ、全部手首を返す、手首か、手首の返し方はですね、覚えた方がいいです。まず手首を返す前にですね、ちゃんとポイントを取られる、手首を返す前に、そこから手首を返すと圧がこうありますね、痛いわ、うん、まずは普通にポイントを捉えると、うん、でそこから手首を返すと、うんうん、しっかりと深い圧を入れると、はい、うん、深い圧を入れたいときは手首を返すと、うん、これを体で覚えてください、うん、深い圧をかけたいときは手首を返す、あ、まだまだだ、私、うん、そうそうそう、まあ、練習あるのにです、うん、あー痛い、うん、でその調子で全ての指をこうやってください、はい、でちゃんとね、色はいい色に変わっててます、うん、うん、全部赤い、うん、よいしょ、痛い、あー、うん、でこれが初心者の方にもやりやすいやり方です。で慣れてくるとですね、片手で処理します。ここ でも壁を作ることとまずポイントを捉えることは基本は一緒です、うん、ね、片手でサーブをする、まず壁を作ってですね、でポイントを捉えると、うん、あとは手首を返すと、うん、うん、雨降り、うん、そう、今やった段取りをですね、本当ですね、片手でやるといった感じですね、あー痛いわ、うん、でその調子ですね、全部の指を、へー、難しいな、うん、確かに片手のが難しいか、うん、そう、片手のはちょっと上がりますよ、これで壁を作ってね、うん、これでポイントを捉えて、うん、手首を返す、あー、うん、もう痛い痛い痛い、もう練習あるのみですよ、うん、体験したらですね、うん、まあ、その記憶があるうちにですね、練習すると、あー痛い、もう50分、でも様になってきてますよ、ちゃんと圧が入るようになりましたね、痛いなです。ただ自分でやってて痛い。これ身につけたら自分であのストレス発散にもなるんじゃないですか。ああ、なるかな。うん、痛い、いや、うん。うん。痛いっす。うん、ああ痛い。でもあったかい。そうそうそう。坂本さんにはじっとしてられない性分もあるもんですからね。とにかく物事を前に進めたいって。で、そこは自発的なところですから。うん、自発的に動いてですね、うん、え、それ細いやつじゃないですか。いやいや、これ一番丸いです。あ、悪いやつですか。これが細いやつですね。で、2番、3番の中途半端なやつはですね、ちょっとこういった仕分けしてます。うん、うん、そうそう、これが一番鋭くて、こっちで、こっちで、こっちみたいなですね、うん、4種類のクワが用意されてます。で、ちゃんと丸いやつ、チョイスしてます。うん、あ、こんなもん隠しておきますよ。
という感じですかね。行った。で、クワでですね、下から上にですね。待って、なんですか、これ。痛いっすもん。痛いから覚えられない。見てられない、うん。体で覚えればいいじゃないですか。あんま見て覚えるタイプじゃないですか、体で覚えるみたいな。確かにそうです、ね、うん、一緒だから分かりますね。ええーだ理性よりも本能が勝るタイプなんですよ。もう本能 100% ですよ、本当に。痛い、うん、こんなもん頭で覚えるもんではないですよ、体で覚える。痛いっす、うん、そういうタイプですよ。痛い、うん、で、まあ、このまま先ほどのこう耕してたと同じスタイルですね、うんうん、で、この指の指骨、指の間ですね、骨の間をこう耕していくわけですよ。痛っ、うん、あー痛い。で、こう見ていくと、見ていくとね、血出ました。痛い。これで耕すと思うんですよ。え、これ丸いやつですか。まあまあ、3番目のやつです、下、うん、こうやって、まず腕で2本ずらすと。そうそう、2本ずらす。壁を作って、親指で支えて、はい、そうそうそう。で、この骨と骨の間のラインをですね、こう、あ、ここか、そうそうそう、ここね、そう、骨と溝が深いところにゴミが溜まりやすいですから、そうそうそう、あ、しっかりホールドするといいですよ、こうね、そうそう、あ、そうそうそう、あ、こういうことか、そうそうそう、圧が逃げないように、いったーい、あー、うん、おー、痛い、あ、自分うん、あ、痛いわ、うん、痛っ、うん、でそんな感じでセルフケアができるといいですよ。ちょっとわっと叫ぶぐらい、あ、うん、気の発散になって気の巡りも良くなりますよ、うん、で持ち前の負けん気を発揮するといいですよ。負けてなるものかと、うん、あ、痛い。自分でできるかな、うん、なんか弱くしちゃいそう、うん、よいしょ、どうです、そんな調子、まあ、そんな調子でここまでやってください、この小指のね、痛い、うん、こうね、オッケー、オッケー、オッケー、ね、まあ、サクサク進めていきましょう。よいしょ、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 うん、うん、いいじゃないですか。うん、うん、あ、いいです、だいぶいい、だいぶいい、サマになってきましたよ。あー、痛い、サマになってきて、サマになってきて、これでポカポカですよ。ほんとだ、あったかい、あったかいですよ、うん、うん、お手入れすればあったかいわけですよ、はい、ね、で、この調子でもう全部こうやっていくわけですよ、もうね、全部これ、あ、もうここまで、うん、全部、全部ここまでですよ、今後かかとまではですね、みんな同じやり方ですよね、あ、どんどん、あ、どんどん畑仕事、あ、うん、やってください、はい。ああ、でもちゃんとできてますよ、壁作ってね、親指も使って全部が連動してます。ああ、いいじゃないですか、うん、うん、いいですよ、それができれば本当にいいですよ。慣れてくればテレビ見ながらとか好きな音楽聴きながらもできます。ああ、できるかもしれない、うん、できる、できる、慣れれば、まあ、音楽とかとか結構相性がいいですね、うん、いきなりテレビ見始めるともうテレビの方で手、多分手止まってると思いますから。こっち緩くなっちゃいますね。そうですね、そうですね。音楽ぐらいがいいと思います。ちょっとテンションが上がる音楽でもかけながらね。うん、お、お、そう、メリメリいってるじゃないですか。ちゃんと捉えてますよ。あ、そうそうそう。いいじゃないですか。ああ、坂本さん、まあまあセンスはあるんですよ。ちょっと嬉しくなっちゃった。いいっすよ。え、なんですか。自分でやるま、そんな否定し、そんなそうやらなくてもいいと思います。先生が直々にやってあげますっていう話なんですよ。師匠を否定する。そうそう、あ、いいです、結構ですみたいな。そうなんですか。はい、うん、師匠にいいですって、うん、だって、だって、坂本さん、師匠の、うんうん、まあでも本能に従えばいいわけです。師匠の痛い、自分でやってても痛いって。まあでもちゃんとできてますよ。こんなゴリゴリ言うんだ。そうそう、ゴリゴリ言うんですよ。うん、いい音鳴ってます。
ちゃんと一人で自分でゴリゴリできてるのは大したもんですよ。それでただこの下から上だとですね、このかかとのここのところにもですね、ゴミが溜まりやすいんですよ。でこれやりづらいもんですから、このところは普通の棒に変えます。ありますか、ここ。ありますあります、これです。ああ。で、こうね、あ、こっちの方が手首返しやすいと思うんですよ、ストレートのものは。うん、で手首を返すわけです。うん、そうです、ストレート、そうそう、ここに引っ掛けてることです。圧も入りやすくて、そうそう、上から下はですね、そのストレート棒に、ね、持ち直すとやりやすいかなと。これで音が聞こえづらいとなってますね。ちょっと鋭くするといいですよ。あ、もふもふで、あ、無視して、もふもふで、それ痛いっすもん。そうですね。ああ、ちゃんとシャリシャリ言うようになったじゃないですか。そう、これでここが一番深いんですよ、ここのかかとの手前ですね。いかにも深いもんですから、深く捉えられないだったら棒の先を鋭くするしかないわけですよ。やるんですか、ね、そうそうそう、やるんです、やるんです、こう捉える。あー、うん、鼻水出てきちゃった。あー、ティッシュ持ってきますね。あ、いた。いや、やりづらいな。こういう話です。ストレートの棒に持ち替えた方が、いった、かかとに押し付けるような形でゴミを砕いていくと。うーん、よし。うわー、あー、痛いわこれは。うん、でもまあまあいい色になってきましたね。全部いい色になってきました。全部すごい。ああ、いい色になってきました。で、今度かかとですね。かかとも割とこれ使おうかな。で、まあそれちょっとこれよりは丸いみたいな。そう、丸い意味ですね。一本線ですからね。うん。まあ滑り台から滑るような形で、これがやりやすいと思います。うん、こう滑らしていくと、基本はね。置いて。あ、そうそう、滑らしていく。ててて。で。で、壁を作りますし、うん、まあね、もう余ってる親指でですね、あとは定規使って線引っ張るような感じですよ、本当に。ね、あとはもうラインを引くだけと。で、ラインを引いていくと。うん、で、これが基本になりますね。で、メキメキするというわけです。うん、そうそう、滑り台から滑ってくる。そうそう、型はできてますよ、ちゃんと。あ、いいですよね。いい、いきなりいいですよ。オンベリベリ言ってますし、本当だ。ああ、もう十分です、十分です。できてる、できてる。ああ、いい音鳴ってますよ。これが一番かかとの処理はしやすいと思いますね。ああ、いいじゃないですか。うん、うおー、ああ、いい音鳴ってますよ。言って、でもう自らですね、体の内側を掃除するといいですよ。おー、好きな音楽でも聴きながらね、うん、うん、テンション上がるの。これめっちゃいいわ。あー、めっちゃいい、いただきました。初めて言ったんじゃないですか。もう けなされることしかしないですよ。お前いつも多い回だとか。これやってて疲れないんですか、自分で。まあそんなに疲れないと思いますよ、基本的に。技術さえ身につけば、体重圧を乗せますし、手首を返すような形で、そんな腕力みたいなのはそこまで使わないですね。そんな許容を超えるほど使わないです。うん、めっちゃすごい、色全然違うもん。で、いい色、ちょっとね、いい色になったと思います。本当に全然違う。で、常にこういった状態作り上げておけば、もう足底からですね、エネルギーが湧いてきますよ。自信かな。自信だ。それで、あとはまあ、ここに背骨のラインみたいなのがあるもんですからね。こう、ここのアーチにとかですね。結構骨に従うんですけど、ここになんか膀胱があったじゃないですか。痛い。うんうん。で、まあ、むくんでるからですね、ちょっと後つけておきますよ、ここね。あ、はい。うん。これがね、この溝が深いところが膀胱になるわけですね。で、膀胱の先はこうやって捉えていきますし。おうおうおう、うん、ちょっと痛いっす。もうちょっとやわらかい。あ、そうですね。ここを捉えていきます。このアーツのこうラインですね。あ、まあ、一般的に背骨と、ここを親指にしてですね、背骨とされてるラインですね。うん、私なんか人よりここ土踏まずがないって言われるんですよ。うん、あ、そうですね。ないですよね。うん、そうそうそう。で、これおかしいですか。うん、いや、もともと先天的にない方とか言いますし、あ、後天的な場合ここに老廃物が溜まってなくなる方もいますね。あ、そうなんだ。うん、でも しっかり掘ってですね、歩いてればですね、アーチ今よりもできてくると思いますよ。うん、すみません。これが膀胱ですね。そうそう、あとはこのラインに従ってですね。あれでした、やっぱりですね、本当ですね、基本的に定規を当ててですね、線引っ張るような話なんですよ。うん、もう最初の構えですね、もう全てが出来上がってます。うん、あとはラインに従ってですね、ここね。いやー、痛い。うん、
やります、うん、あ、やりますか、はい、どうぞやります。ここからです。あ、そうそうそう、ここ本当膀胱からすれば、膀胱から下のラインもあるんですよ、こう、うわー、ちょっとあるんですね、膀胱から下のライン、膀胱から下のラインもこう引っ張って、うん、あとはこう肩だけやりますね、こういったですね、もうすでに定規を当ててですね、あとは線引っ張るだけと、うん、私はこうやってやりますね、これで、もうすでにこれラインが出来上がるじゃないですか、ほぼこちらでコントロールしてます、こちら圧力かけるだけ、かけてるだけの、そうそうそう、そんな感じ、まず優しくですね、肩を、そうですね、ここのところが一番くぼむんですからね、うん、こう、そうそう、こうね、こうもう全部動かしちゃっていいんです、そうそうそう、もう連動させてください、で体で覚えですよ、うん、頭じゃなくて体で覚える、あ、痛いわ、そうですね、あ、うん、赤くなったよ、そうそう、軽くやりますからね、もう本当にこんな感じです、これがもう全てです、左で全部型を作ってしまって、うん、こっちは添えるだけ、圧力をかけるだけ、うん、こう軽くって言ったじゃないですか。いや、ちょっと軽かったじゃないですか。全然軽くない。そうそう。軽くって言ったからちょっと安心してたの。師匠に怒る。倒された。あ、でもだんだん出来上がってますよ。やっぱり溝が一番深いところが捉えやすいですね。ブレない。ブレなく。ブレずにラインが来てますね。うん、あ、そうそうそう。やってるうちにですね、やっぱりブレずにラインが引けるところにですね、なってきます。自然と。練習あるのみです。そういった形が一番さばきやすいと思いますね、うん、その背骨のライン、痛い、あ、だいぶ赤くなった、あ、そう、今日はこんなもんですかね、血管がすごい、それはこの今度は足の甲をやります、うん、でちょっと体勢を変えるといいです、こんな感じでね、うちの足もさ、こうやって、こういった形でやるわけですね、そうそうそう、はい、あ、体が柔らかいから様になってます、そう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 、でも何でもやるわけですよ、こう、ね、へへ、痛い、片手でね、へへへ、痛いっす、うん、そうそう、うん、それでいいです、そうです、それがやりやすいですね、で私なんかお風呂場でこれ持ってですね、あの付着したゴミを洗い下ろしてですね、風呂場でやるもんですからね、これでやるんですけど、まあ同じ要領ですよ、こうへへへ、痛い、骨と骨の間ね、痛い、痛い、すいません、やってください、あ、これですか、あ、まあ、好きなやつです、これでやるんだったら同じような話です、これ私こう持ちますね、これこうやってさっき掘るときにはこうだったじゃないですか、2本だったんですけど、この場合は私なんか3本ぐらいかけてましたね、これであとちょっとこれ持ち替えます、あ、ここで、ここでやるもんですから、うーん、クワじゃなくてこっちでやるもんですからね、こう、こんな形、はい、持ってください。こんな形、うん、なんかね、こんな、まあ、好きな形でいいですよ。こんな形がやりやすいと思います。あとはね、力入れてね、骨の間を、うん、歯の間に溜まった歯石を爪楊枝で書き出すような、そんな話です。うん、書き出していくと。うりゃうりゃ言いながらですね。そんな感じです。痛い。今日あれ、坂本さん鼻垂れますね、ちょっと風邪気味ですね、風邪気味じゃないです、あ、違いますか、あ、全然違います、あ、すいませんなんかすごいすいませんって食いつくからそんなつもりはなかった、すごい低姿勢の先生、うん、ことごとく否定してくるんですからねプレッシャーとともに先生なのにすいません、お、赤くなってきた、あ、いいです、いいです、血が巡り始めれば赤くなりますよ、うん、うん、触ってみて暖かくなったら、赤い上にですね、暖かくなればですね、それでよしですね、多分暖かいですよね、うん、あ、暖かいです、暖かいです、ですよね、うん、ちゃんと血が巡ってます、やった、うん、気が巡りやすい状態ですね、あとはもう本当に手首、あ、ここな、甲のところですね、指の関節の第一関節も使えばですね、十分壁を作ってですね、圧力逃さず、痛い、うん、ね、片手でも慣れればさばけますし、うん、そうですね、こういったやり方ですね、両手でやって、あの、そう、親指をここの指の時にこうやったようにですね、そのやり方も生きてきます、で皮膚が薄いところですからね、うん、十分指の関節でもですね、うん、あの、石灰化したゴミをですね、
骨に押し付けることができる。うーん、赤みが出てですね、触ってみて暖かくなってきたらそれでいいです。うーん、うわ、いった。いった。あ、なんか釣りそうになる。あ、そうですか。酒飲みすぎじゃないですか。酒飲みすぎると釣りやすくなります。あ、そうなんですか。うん、酒飲みはみんな釣りやすいです。絶対そうだ、じゃあ。最近環境も変わったから。うん。で、坂本さんの今の若さで釣ってたらですね、もう10年、20年取ったらですね、もう釣りまくりますよ。釣りやばいな。ね、どうですか。あ、いいっす、いいっす、なかなかいいっすよ。いいですか。うん、で、まああとこういったところもやりたいわけですよ。どこですか。いや、こういった全部やるもんですからね。あ、ここ足、体の側面はですね、だいたいこんな感じでさばいていくんですよ。左手でやるんですね。ああ、そう、両手使えた方がやりやすい、いけるですね。だから本能型の坂本さんだったらまだ普通の人よりもいけると思いますよ。理性にとらわれる人だけ、そうそう、体も柔らかいですからね、やりやすいと思います。指の指で捉えるんだから、そんな感じです。そうそう、まあ、やり方もいくらでもあるんですよ。今どこでやってますか。今この指の関節使ってこうやってます。あ、ここでですか。そうそうそう。あ、ほんとだ、痛い、うん、こんな感じでね。あ、そうそう、ちゃんと様になってます。うん、あ、痛いわ。こんだけでも痛い。で、ここで壁を作ってですね、指でやる場合はこんな感じ。あ、うん、で、親指の第一関節を使って圧力をかけていくという感じですかね。あとはまあ道具を使ってですね、私はここからですね、こうやりますけどね、好きなようなやり方ですね。こうほじほじやって、ほじほじしてください。ほじほじしてね、骨と骨の間ですね、特にゴミが溜まりやすいものですからね。痛っ、うん、すいません。いた、大好きな握り棒とかね、こういった武器を使って。うーん、これも同じことですね。あ、そうそう、こっちのここで捉えるような感じですね。そうそうそう、あ、好きな、それで、それがやりやすい、それがやりやすいと思います。で、それで足首周りをね、うん、うん、びっくりした。うん、ちょっと自分でやってびっくりした強くやりすぎちゃった。うん、うーん、ちょっと左手でやるの。あ、そうそう、左手でいいですよ。まあ、その皮膚も薄いところですからね、結構撫でるだけでも十分効きます。うん、痛い、こんだけでも痛い、うん、あまり感じないけど。で、体も柔らかいですからね、体の柔らかい部分やりやすいと思います。うん、自分がやりやすい体勢をですね、取りやすいと思いますね。うん、で、今度内側ですよ。内側も同じような話ですよ。そうそうそう、これが今の状態です、ね、痛い、痛い、両手で捉えることもできますし、オッケーっす、オッケーっす。やり塗りで今塗り残しがないようにといった感じですね。あ、うん、で、全部がですね、さ、いや、施術する前よりですね、赤みがかってですね、触ってみて暖かくなっていれば、まあまあいいかなということですね。毎日そのような状態ですね。毎日やったら絶対いいですよ。むくみ取れますか。取れます、取れます、うん、じゃあやろう、毎日。毎日やりましょう。毎日やろう、うん、うん。で、こうゴリゴリだね。まあまあ、内側の方がやりやすいと思います、外に比べる。で、ここ深いところも全然ちゃんと追い込むわけです。痛いっす。ああ、手のが痛いかも。好きなように。感覚的にさばいてください。坂本さんも本能型ですからね、肩通りやろうと思ってますね、多分難しいと思うんです。そう、感覚的にさばくと。あ、痛いわ。そういった意味では坂本さんやりやすいですよ。もうね、本能に従いと。いうですね、死からの教えはそれだけですよ。はい、うん、死からの本能に従え。本能、分かりました。一番分かりやすい。まあ、そうですね。で、まあ、これでね、指の関節もちょっとこれ道具使った方がいいと思います。ちゃんと深いところは、ね、痛いっす。圧をかけるんですね。まあ、もう好きなどストレートタイプの方がやりやすいですからね。そうそうそう。あー、うん、痛いわ。あ、痛いな。で、ちょっとこちらも連動させるといいと思います。ここで学んだようにですね、こう、ここを引くときにこうラインを引いたように、うん、で、ここの周りもですね、基本的にこれで包み込んで、こうラインを引くといいです。痛っ！痛っ！いくらでも応用が可能です。そうそうそう。あ、こうやって。そう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 。うん、
あの背骨のねラインを使った時の技術ですね。痛い。を足首周りに応用する。あ、いいじゃないですか。もう肩自体は様になってます。ああ、ちょっと早くやりたいな。うん、早くやりたい。うん、あの他の人に。あ、分かりました。じゃあ、しっかり技術もある。で、やったらですね、で足首周りですね。めっちゃ足裏がすごいポカポカします。あ、そうそう、もうご自身でやられたわけですよ。ね。でこうね、ゴミが溜まりやすいところをですね、こうさばいていくわけですよ。痛い。うん。で、もうむくんでますよ。骨の形がくっきりしてないですね、シルエットは。うん。で、こうやるといいですよ。へげへげとね。うん。自由ですよ。痛い。うん。でも変にやってください、うん。ちゃんと壁作ってね。圧力かけると。確かに壁作ったら疲れないか。うん、そうそうそう、壁を作って、ね、うん。壁大事ですよ。うん。うん、いいじゃないですか。笑ってますよ。あ、でもいいと思います。しっかりできましたね。うん、しっかりできた。で、こう、あとはですね、ここ、石灰化したゴミはですね、すべて腎臓で処理されるんですから、ね、うん、そこに持ち上げていきますよ。すねのやり方ですよ。で、もう、本当にですね、上手で。あ、それいい。いやいやいや、これ、こうね、はい、手でやりましょう。はい。ちゃんとしっかりと壁を作ってですね。あ、めっちゃそれ、あと残るんですよ。うん、むくんでるから。はい。定規で線引っ張ってくるから。会社っていうか、うん、仕事場で虐待されたのかって、よく言われる。あいつのせいだって言っとくよ。めっちゃなすりつけてる。めっちゃなすりつけてる。あいつのせいだって言ってくるんですか。坂田さんはそういうタイプじゃないですか。私のせいじゃないって言うタイプです。あいつのせいがこう普通にここになるだけだ。そんな感じですか、ね、軽くやってください。うん、こういった感じですね。揉み上げていくと、まあ、自分でやる際はですね、そうです、ね、こんな感じで結局これが定規の役割をするんですけどね、まあ、こういった形ですね。結局ここに引っ掛けますね、うん、まあ、まあ、あこうやって、うんうんうん、それが定規で線を引くような感じですね、うん、これが定規みたいなもん、うん、あとは線ラインを引くだけ。それがまあ一番ブレないですね、うん、そのラインをもうここで誘導するんですよ、支えてる手でね、うんうん、でもすごい上手なんですよ、うん、もうちょっと言うだけですね、もうできてるんですよ、うん、ちゃんとラインが引けてます、ね、そう赤くなってます。うーん、本能的なセンスが、ね、めちゃめちゃ高いんですよ。、うん、頭で何かやってくださいってなるとですね、多分点々できないですけど、うん、確かに坂本さんゴルフもそうですね。うんうんうん、自分であざ作ってます。うんうん、もうあれだけの指導ですね。もうできてるんですよ、完璧に。うん、うん、はい、どうぞ。できてます、できてます。おお、できてるじゃないですか。ライン引けてますね。引けてる、引けてる。内側もですね。あ、はい、どうぞどうぞ。内側も同じような要領ですよ。話ですけどね。もう多分先生の見てやった方が。見た方が早いですね。いや、わかるもん。でもこれ結局片手でさばくんだったらこう壁作ってですね、こういった形で。これで内側の方がですね、弱いもんですからね、けどこれだけで入ると、手だけでも入るかもしれません。あー、痛いわ。で、ただ骨のこの際のところはですね、ぐっと奥まで深いもんですから、結局同じようにですね、こうライン引くような。うん、これ定規代わりにね、あとライン引くと。右手はですね、まあ、ね、親指を添えてですね、圧力かけるだけですね。添えるだけと。右手は添えるだけみたいな。だから、意識の面はもう左ですね。うん。うん、
ちはもうこうやってやってるだけ、そうそう、圧力かけてるだけです。でこれでこっちの大きな手の方で誘導すると、うーん、まあ、できてますね。うん、いい。ちょっと痛いからゆっくりだけど、うん、そうですね、ゆっくりでいいです。ゆっくりの方が深く圧入るんですけどね。あ、そうなんだ。あ、いいです、いいです。ゆっくりやれる方がいいですよ。おお。で、ふくらはぎ今度はやりますね。線ができちゃった。そうそう、そうそう、ラインだけど、ということです。今度ふくらはぎですけどね。ふくらはぎはまあいろんな道具があります。まあ、よくこの店で使ってるの。あ、それだ。うん、なんですか。あ、わかりました。ですね、このね、横のところを使ってこう揉み上げてくる。とにかく下から上ですね。うん、で手を変えてね、壁を作って、うん。そうそう、基本は一緒です。うん、圧が逃げないんです。そうそうそう。先ほどからですね、全く同じことですね。繰り返し繰り返し説明してます。ちょっと強くなった。あ、そうそう、ね。で、あとはこれもね、使いどころです。ここのところでさばいていくような感じですね。あー、痛いわ。あー、うん、うっす、うん、これ結局ね、ほん、そう、ここでここの2つを使ってさばきたいもんですから、また結局ここか、そうそうそう、まずこう持ってください。ここ、ね、まずまずまずこうこうやって持つと、うん、持ってみて、あと私はこうずらした方がやりやすいですね。うん、確かに。でこれでこの2つのところでさばいていくんですけどね。いや、本当に持ち方はね、自由なんですよ、これ。もう絶対来る前よりふくらはぎ柔らかくなってる。うん、そう、そうですよ、こんだけやったらですね、うん。こんだけやってですね、柔らかくなってなかったら詐欺ですよ、これ。こうやってやればいいんですか？そうそうです。圧力かかってればですね、どういったやり方でもいいんですよ。あ、そっか。別にこうやってやればいい。うん、ちょっとやりづらそうですね。やりづらい。そうそうそう。で、坂本さんが一番やりやすいと、圧力がしっかり入るというのが正解なんですよ。うん、別に私の型に当てはめる必要はないですね。そうか。坂本さんの型を編み出してもらえばいいし、どうやって編み出すんだって、ね、本能に従ってもらえばいいんですよ。坂本さんが一番やりやすいやり方でやってもらえばいいんですね。うーん、適当に吸収したら、うん。うん。これは割とやりやすいと思いますけどね、こういったやり方が。ちょっと白いベリーです。うん。赤棒は使わないか。あ、そうだ、赤棒だ。赤棒ってないんですか。ああ、でもやっぱりこれが一番やりやすい。うん、私ね、とにかく一番やりやすいものですね、最初に出さない男なんですよ。いやいや、使ってないから、私自身が使ってないもんですからね。障害が遅れるんですよ。それは一般的にはこれだったと思ってですね。これはすごい。結構難易度が高いものから教えてるんですよ。それ、これで物が大きい分テコの原理も働きますし、うん、少ない力で圧力が入ると、うん、すいませんね、最初に紹介すべきでしたよ。そうですね、うん、すいません。うん、いいわ。うん、揉みほぐすと下から。すごい赤くなった。そうそうそうね、暖かくなれば、いや、暖かくて柔らかくなれば正解です。まだちょっとヒヤッとするもんですからね、しっかりと揉み込まれるといいですよ。うん、はい。まあ、そんな感じですね。もうね、普段体鍛えてますしね、そういったちょっと体幹がいりそうな姿勢もお手の物だと思うんです。坂本さん。うん。それ、すね側もやればいいですね。え、こうやってやるんですか？そうそうそう、そのコブ2つで。へぇー。そうなんだ。うん。そうですね。うわ、高くなった。そうですね、私それ普段使いしてないもんですからね。じゃあこっちの方が難易度高いって。うん、うん、あ、本当だ、すごい。うん、まあまあいいじゃないですかね。いいですかね。うん、でもだいぶ、うん、だいぶいいですよ。赤くなった。で、あと膝裏ですよ。ね、膝裏どれや、まあ、私この、まあ、とにかく壁を作ってですね、ゴイグイやるんですよ。溝が深いところ。これはできないですか？これどうやってやるんですよね。こういったところでやる。それ絶対違いますよ。違います。そうせ。ここのコブだと思います。使うとしたら。そうです。どう考えても。ここでもコブあります。うん、そうですね。もう片手で持ってこうぐりぐりやれますか、ね。片手で持って多分ここのところ、ここのあたりで一番操作しやすいと思うんですから。
まあ、思いつく限りはこういった話になってきますね。壁を作って、うーん、ちょっとどうぞ、はい、うん、あ、そうかそうか、あ、こうやってやればいいですか、それでもいいのか、うん、うん、どうですか、聞いてますか、痛いっす、あ、こうやってやれば痛い、うん、あ、そう、うん、うん、うん、で、本能に従ってそれが一番やりやすいと聞いてると、うん、なったらそれでいいんですよ、うん、私はその方でやったことはないですけどね私の方ではないんですけど、全然それで正解です、うん、痛いわ、さっきの白いのでやるよりも痛いんですか、そっちの方が、うん、痛いです、こっちよりこっちの方が痛い、うん、そうですね、俺もあんま好きじゃないみたいなさ。それやられるのも嫌いですか。そうそうそう。なんこれ目に留まるだけで文句言ってくるんですよ。それ使うのみたいな。ぶっ飛ばすよみたいな。すごい弟子ですね。あ、そうですね。あなたは私に喧嘩売ってるのみたいな態度になります。あ、すごい暖かくなった。最悪の弟子だな。すごい暖かくなった。膝周りで。もう本能のままに来てるんですよ。ここら辺もこうやるわけです。痛いわ、それは。好きな道具使ってね。うん、はい。曲げてるんです。膝周りをしっかり。あ、そうそう。これ。あ、そうそうそう。あ、違う。好きな武器取っていいです。うん、ちょっとこれ使い方あるんですよね。こんな感じ。右手で使う場合はね。そうそうそう。だんだん慣れてきますよ。うん、あ、でここ。そうそうそう。グリグリやります。うん、まあ。しっかりと握りしめれるっていうもんですからね、なんかフィットしてくると結構使いやすいですよ、うん、ね、握り棒しっかりと握ってね、まあいいじゃないですか、様になってますよ、すぐ様になるのはすごいですよ、肩がね、かっこいいですよ、うん、これ、うん、慣れてきたら YouTube 通してですね、こう足を揉むんですよって解説すればいいじゃないですか、ああ。うん、これが私の体のケアの仕方よ、自己流のものだってしっかり身についたらね、うーん、すごい、うん、私膝周りも赤棒でやりますけど、ね、うんうん、あ、そうなんですか、あの2つのコブ使ってこう、うん、真ん中持って、真ん中片手で持ってこうグリ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 回る、あ、こうやって、はい、うーん、あ、確かに痛いわ、うん、これ便利ですね、便利だと思います、うん、これが定価3400円ですから、謝礼代わりにこの赤棒というチョイスもありますね、うん、今日多分クリームとこの2種類の棒ぐらいでいいと思うんですよ、今日の戦利品は、やった、でまた次来た時ですね、あの今度は赤棒くれとか握り棒くれとかですね、どんどん戦利品を増やしていく、どんどん物もらいに物もらいに来るでもあとコンプリートするにはこれしかないと思ったら、もうこれもコンプリートしてください、それはいいね、あ、そうですか、はい、こんな文句ばっかりやつまた呼んでくれるんですかまた呼ぶつもり、優しいで、まあ、これで一通り終わりしますね、でまあ、時間的には今日ここまでにしておきます、はい、でまた次技術指導があるときがあったらですね、今度は右足を使って、はい、手も逆になるもんですから難易度上がりますよ、うん、足を大きくしますね、右手だからやりやすい、そう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 、うん、うん、だからずっとやってるとですね、そのうち両方とも